こんにちは。こんにちは。今週も10分間よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こちらもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こっち YouTube 動画ですね。はい。はい。今日は、わたるさん21歳から質問をいただきまして、はい。現在20代なんですけど、はい。将来年金がもらえるかどうか分かんないじゃないですか。ああ、そうですね。若い人なんかそうですよね、とにかく。まだ21歳ですね、はい、で将来に備えてどんな勉強から始めたらいいんですかって。あー、なるほど。まあ今20歳となると、定年っていうのは、まあ、今60とか65が普通なんですけど、まあ、70とか75っていう時代になると思うんですね。なんでお金の勉強、お金の勉強って言ってましたよ。まずそのお金の勉強を2つに分けた方がいいんですよ。2つに分ける。1つはね、その守りの勉強、もう1つは攻めの勉強なんですけれども、その渡さんね、仮名渡さんなんですかね。はい、渡さん、はい、渡さんが守りのタイプの場合っていうのは、やっぱりね、あのお金の管理をね、ちゃんと学んだ方がいいですね。あ、ミモザさん、毎週ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。なんで、毎月こう今働いてると思うんですけれども、収入から支出をコントロールして、毎月余るお金を作るっていう、まあ基本はやっぱりそこっすよね。はい、いつも山口さんの勉強会で教わってる余るお金を作る。そうっす。でサラリーマンの方なんだと思うんですけども、サラリーマンって基本税金払い放題なんですよ。あ、なんか先週もちょっとやったような気がする、山口さんね。なんで貯金、もちろん貯金をするんですけれども、まあ今こうやっぱり国としても国が推してるような、あのイデコとか、そういうものを、ね、あの自分で年金を積み立てるっていう感じでやれば、その掛け金分っていうのはある意味年収を下げられるんですね。まあでもサラリーマンの方は1万とか2万しか月できないんですけども、そういう感じでなんかちょっと節税しながら、あの自分年金を積み立てるとか、あとはお金の管理っていうのが、まあ守りの方ですよね。やっぱり今から、若い時からやった方が絶対いいと。ね、もうね、21歳だって言ってたからね、まだまだこれからだから、はい、ね、そうですね。で、その守りの投資をするとき、お金の勉強をするときに必要なのが、そうね、まあこれ僕の持論もあるんですけどね、周りの人と比較しちゃダメですね。あー、なんかちょっと比較しちゃう、ついつい。そう、うん、例えばこういう勉強をやるやるって言ってもやらない人が、まあ、世の中って大半だと思うんですね。だからやっぱり周りの人に影響されてしまうと、自分もやっぱりせめてこういうライフスタイルをしなきゃなみたいなっていうところがあるんで、やっぱり年収300万だったら300万なりの、友人が多いでしょうし、年収500万だったら500万なり、年収800万だったら800万なりの周りの人も同じやっぱりライフスタイルの人が揃うんで、あんまり近い人と比較しないことですね。ああ、そうなんですね。初めて聞いた、それは。はい。まあある意味これからお金に対してちゃんとできる人とできない人の格差ってめちゃめちゃ大きくなると思うんで、それって少数派なんですよ。5割以上ができる世界ではなく、少数派っていうことをちゃんと考えて、ね、周りの人と比較をしないこと、はい、自分は少数派なんだと、そういうあのちゃんと勉強をした方がいいんじゃないかなって、僕はこういうね、今のようなね、令和の時代をね、野生の世界って言ってるの。おー、なんかかっこいいですね。はい。で、攻めの方はですね、少額でもいいから、投資をすることですね。はい。で、投資をすることによって、なんとね、いろんなアンテナが立つんですよ。ね、例えば世の中の経済とか、まあ、数字の面とか、そういうものですね、
結構こう見るようになるんで、うん、やっぱり少額でもいいから投資をスタートして、目標を決めてスタートやるといいんじゃないかなって思ってます。はい、わたるさんいかがでしたでしょうか。わたるさん今仕事じゃないのこの時間で。わたるさんね、いいっすね21歳で。なんかそういう風なことを始めようと思うこと自体がすごいと思いますよ。めちゃめちゃいい時だと思いますよ。僕は正直言って小学生ぐらいからお金勉強っていうのはやらせた方がいいと思ってます。はい、はい、ね、ぜひ頑張ってください。若いうちから僕も20歳から、スタートしたんで、早いうちからお金勉強スタートするっていうのは本当にいいことだと思います。はい、そんなところですね。はい、はい、ありがとうございました。ちょっと待ってください、はい、ちなみにあのこっちの YouTube チャンネルはですね、これで終わりにさせていただきますので、はい、YouTube の方はちょっと、終わりのアンサーということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。